今回は美穂の松原に行ってきた時の話です。まあ今回子供と父も一緒に仙台ですね行ったのですが、まあ松原を見るはずが一直線海ですよね。で、あのお正月もあったんで美穂の松原のやっぱお客さん多かったですよね。なのでちょっと画像少なめです。で、関係各位に挨拶に伺う時間が取れないので、まあ元気にやってますよってそういう報告がてらにちょっと動画作っちゃったんで、あの前半の方かなり後半になってから10分30秒くらいの方からあの松の方の説明に入るんで、あの適当に飛ばしてください。まあ子供の観察眼って面白いですよね。最初流木かと思ったら石でしたね。なんか縄文的なんですよね、うちの一番末っ子。なんかライド見て矢尻に見えたりってとこでしょうかね。まあそうですね、山と系譜でずっと続けてきてるんで、まあそうですねずっと潰れかかってますが、なんとか仲間の協力でここまでやってきて、まあ息子たちも、まあ、正直頭は何とも言えないくらいのあれですが、あのすごく自分息子たち好きですよね。あのやはりあの感性が一番大事なんで、まあ、学業一番大事なんですけど、あの他から学べることってありますよね。やっぱあの製材屋だと、もう今だとこうジャスの規定に厳格化っていうのがありますけど、あのそれよりまあ自分とすればこう自然の環境の中でいろいろ感性磨きをして木との会話できるように、そういう力を上げてもらいたいですよね。なんかこうそうですよね、あの表面今見えてるの細い木ですよね。こういうのがあって大木があってっていうのは、あの大人が子供を見守ってあげてるような形で、自分すごい好きですよね。やはりあの名木ももちろん大事なんですが、その周りにあの小さい木が生えてたりすると、俺とすればそれのが大事ですよね。であの大きいものはだんだん朽ち果てて、まあやがて土に帰り、それの周りにあったものが大きくなる。まあ自分もそうありたいですよね。まあ、海っていうのはこうこの潮の満ち引きだけで十分楽しめますよね。まあ、見てて飽きないっていうか、もちろんこうあの晴天の風も穏やかな時の、それとまあ、 あの荒れてる時で全然あの 海も見せる表情違うんですが、そうですよね、あのそれはあったりしますが、やはりあの心寄せられますよね。波の音を聞いてるだけであの気持ち穏やかになったり、まあ、生命の源、まあ、言い方は、まあ、合ってるかどうか分かんないですけど、まあ、ふるさとですからね。まあ、海を見て山が想像できるかっていうと、ちょっとあの字幕出しますが、こんな形ですよね。潮の満ち引き、月の満ち欠け、新月伐採、そうなるかって、そうなるんですよね。話が多分好きな人は、まあ、そこら辺の連携が頭の中で想像できるかと、まあググってみてください。あのそういう話がいくつもあります。あの全部がそれに当てはまるってことは、正直あの私あのどっちもいろいろやってるんで、あの全てが当てはまるとも言いません。あのやはりいろんなものが作用してっていうのが本当だと思います。あの新月伐採一辺倒っていうのは私あまり好きじゃなくて、他の要素もかなりありますよね。あのただそういう自然の本当の断りっていうか、そういうのを知りつつ、あの昔の方はいろいろやってきたんですよね。ただそれはやっぱりあのほら学術的なものを、今はそっちが優先になって、それを受けていろんな加工をしたりしてますが、そうじゃなくてやっぱり人間の昔というあのバイオリズムみたいなのもありますよね。そういうあの気持ちが上がったり下がったり、今日落ち着いたり、そういうのがやっぱり人間の中にもあるんですよね。新月伐採とかももちろんなんですが、
人間がそういうのは自然から感じ取れなくなってきてる時代ではありますよね。まあ何でもググったり、まあ、SNS 媒体で探してそれが自分の感性だっていうのももちろんあるんですが、山との会話っていうのはそういうんじゃなくて気持ちで受けるものだと思います。それの感性っていうのはまあこうやって自然と遊ぶのが一番でしょうかね。まあ、昔山に入る時に年配の方が切るのやめる日とかってありましたよね。今日ちょっと山がざわついてるなとかってそういうこと言いましたよね。多分新月伐採とかもう細かく言えば連携が取れる話になるのかもしれないですが、昔はそういうのが結構ありましたよね。まあ、自分はあちこちエリア行かしてもらったり、まあ、配達で行ったりだとかしたりしてますが、風違いますよね。もちろん海沿いの風っていうのは当たり前で違うんですが、自分山の方なんで、ただ海の風自体も太平洋側だったり日本海側だったりってまたちょっと違いますよね。長らくいたわけではないんで、現地の人に言わせれば何言ってるんだっていうことが出てきちゃうかもしれないんであまり詳しくは言わないですが、肌に感じるのがちょっと違いますよね。それを受けて育つ木違うんですよね。まあいろんなエリアの幹を見させてもらったり、そうですよね、せいぜいさせてもらったりしてますが、やはり中のも違いますよね。それで通常だと利用材っていうか溶剤ですよね。木には申し訳ないんですけど木材として使われる方の材料ですよね。それとそうじゃない、通常使われないっていうのも結構うち持ち込まれるんで、そういうのを控えしてもらったりした時に、やはり木目の出方がやっぱ海沿いの木と山沿いの木、また小さいところでエリアでだったら海があって山があってっていうのがこう両方ある場所もありますよね。そういうのだと全然物が違うんですよね。で最近それがやっと自分の中でもこう分かってきて、ああそういうことかっていうのが、そうですよね、だん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 理解できてきて、それを今ちょっとずつフィードバックして仕事につなげているところではありますね。まあ父も孫とはなんか喋ってましたね、よく聞き取れなかったですけど、まあ風を読むっていうのは本当大事です。間伐作業とかが本当はすごくそうなんですよね。烈焼間伐すればいいとか何がだとかっていろいろ話がその時その時湧き上がったりしてまた立ち消えたりしたりしてますが、まあ切り捨て間伐もそうですよね。それから出し替えに変わったりとかいろいろ変わってますが、昔はそういうプロセスじゃないんですよね。木が育つようにで、いい材料って言うと失礼ですけど、逆に言うと枯れづらく間伐するんですよね。大風が吹いたりすると一気に風当たりが強くなると山の風読まないと木が伸びない以上に風で伸ばされちゃうと、今息子が靴濡らしてるのもんですよね、予想以上の動きを木に与えちゃうとそこが木の繊維を切って、要は中に枯れが入ったり、要は皮膚が裂きますもんね。そんな形で風で枯れるっていうのはよく言う話です。だからまあそうですよね、そういうのも見ながらいろんなところでの風を感じて、まあもし、まあ自分の動画だと何の大した参考にもならないし、参考にしてもらえるほどのあれでもないと思うんですが、間伐で何パーセント枯れば補助金が出るんじゃなくて、山に聞いてください。うち補助金使いたくなくて、自分が必要分しか切りたくなかったんですよね、山。これ以上切るとちょっと切りすぎだな。でももっと切れって。ちょっとよくわからない話があったりしたんで、それもあったりして、やっぱり山との会話とお金の話ってリングで生きるわけがないんですよね。だからうちはまあこんな感じでずっと他の人足頼めるわけもなく家族でずっと、で息子たちにはちょっと迷惑かなと思ってるんですけど、一緒によくやってくれて本当ありがたいですよね。まあ最近、まあ、自分も精細機使ってていろいろ言えないっていう立場でもあるのかもしれないですが、まあそうですよね、うちなるべくそれ以外は自然と友達になりたいんで、この光ですよね、であとこういう時の風ですよね、そういうのと友達になりたいですよね。自然の産物を扱うっていうにはそれがやっぱ一番大事かと思います。
まあ、そうなんですよね。まあだから自分の友達、まあ正座した声優も自分の友達だと思ってるんで、まあ、他に友達いないのかもしれないですが、あれですよね。だからあまり人工加工が入るっていうのはあんまり正直生き物なんで、人間としてやられて嫌なことをそれは気にしないっていうのが基本プロセスで、自分がじゃなくて昔は当たり前だったですよね。だから建物もちょっとしけってるような感じがしたら呼吸させてとかって、そういうのが大事でしたよね。まあちょこちょこやってるこっちも控えれた風大事なんですよ。2018年の時にも一応言ってるんですよね。その時受精回復用のとかっていうのがいろいろプレートがついてたりして、それをちょっと見たかったんで見に行きました。でこれは当時の様子ですよね。まあ、ざっくりです。詳しくそちらの方のデータとか多分どっかに出てるかと思うん で現在ですよね。まあそうですよね。この木がこの木がっていうのは細かく言わないですし、はね、カレーっぽいのもあったりしたのかもしれないですし、そういうのは厳密には言わないですが、全体的にこの林から受けるイメージ、まあ、自分が製材屋として、まあ、山から切り出したりしてるとかっていろいろやってきた経験からすると、受けたインスピレーションすごく良かったです。やはりあれですよね、松とともに生きてる気がしますよね。だから地元の方は本当ご苦労されてると思いますが、これは本当に良かったです。受けるイメージが、そうですね、久しぶりにいい感じです。これ2018年の時に行った時に受けたイメージよりは今回のイメージの方が全然いい形です。すごくいい林になってると思います。まあ製材して中の様子っていうのは、まあ、正直自分大体わかるんですが、これちょっとイメージがそこまでわからなかったですよね。もうちょっとゆっくり時間があればゆっくり見て、どういう融合されてきたのかっていうのを見ればいいんですが、これ多分足に見えますよね。こんな形、上に行っての二股分岐っていうのはあったり しますよね。で二股分岐が一回発生した木っていうのは上行ってもまたさらに二股分岐が出たりしますが、下にこうなるっていうのは面白いですよね。足が下で融合したのか、そうじゃなくて枝が折れてて下に行っちゃったのかがちょっと分かりづらいですが、なんかいい形ですよね。ちょっと画像出しますね。自分のイメージとすればこんな感じ。マーツがポージングしてるように見えますよね。羽衣伝説、まあ、詳しいのはそういうので全然ここの観光情報にもいっぱい出てると思うんでまた見てください。そうですね、天女に会えるような気がする。まあ、松っていうもの自体が自分のイメージとすれば天女に近いような存在なんですよね。ここの男のも神の道とかって名付けられてたとこもあったりしたりしましたが、すいませんね、これ下撮れ観光客の方遠くで全然撮れてないんで上だけ空画像で実際現地の雄大な松の方はまた実際見られた方のがいいと思います。すごく面白い樹形ですよね。雄大で周り、まあ、自分からするとどうなんかここ折れちゃって苦労してまた樹勢自分で回復しながらとか頑張ったんだなとかっていうのはいろんなインスピレーションが浮きますね。そうですよね、この松っていうのはこの形がすごいですよね。羽衣伝説とちょっと連携するかわからないですが、自分とすればあれなんですよね、
よく自分の画像でこう女性の方の差し込んであると思うんですが、そうですよね、本当に待ってるような形なんですよね。そのさっきのポージングもそうなんですが、松っていうのはそういうイメージです。北斗市にある松、赤松ですよね。で、松をこう優美に回せるようなそんな仕事がしたいんですよね。まあ大黒柱が、まあ今男子女子を区別するといろいろ問題出ちゃうかもしれないんですが、昔で言うと大黒柱がドーンって立って、その上にこの曲がり針ですよね、曲がり針が優美に舞う、そんな建築にみんな見せられてるんじゃないでしょうか。